それでは、各班で自己紹介の時間です。各自で自己紹介をしてください。自己紹介だってさ。これってやるべきなの？そうだね。一年生は自己紹介したい。いや、まったく。する必要があるの？するの？疲れるじゃん。そうか。じゃあしたい人だけしてねー。おいおい、これはやりすぎだね。俺がいいと言ったらいいんだよ。久しぶりじゃん。そうだね。最近は晴れが続いて何よりだよ。そうだよな。一年中ずっと晴れがいいのに。でも俺はそれじゃ困るな。なんでやねん。雷鳥、お前頭がおかしいんじゃね。いやいや、かやでんで一番おつむが弱いのはお前だら。はぁ、おむつ、何言ってんの雷鳥。俺おむつなんて一言も言ってねえけど。ダメだな雷鳥。そんだもんで骨折うわーになるんだよ。厄介な後輩をかわからないんじゃね。やっぱりウスカイってバカだよね。本当だよね。はぁ、この俺がバカだと、お前らな。え、だって事実じゃん。あんな簡単な言葉の意味もわからないなんてね。どっちがわからない。お前らの方が。どっちがわからない。まったく、争いが低レベルすぎて、ソワロス。たまにはしごと休んで遠くへ旅行でも行きたいな。なんてことかなうわけないか。やっぱいい一日だぜ。え、なんだあれは。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。やばいやばい、緊急。マジかよ、こんなことがあっていいわけないだろう。うっす、ニュース会だぜ。はい。なに？どうした、ニュース会。どうやら、踏切で相鉄とトラックがぶつかって、やばいことになってるらしいな。それは大変だな。でもさ、俺たちは普通道でできとるもんで、多少の障害物なら。いいんじゃないかな。それもそうだけどさ。そうだ雷鳥、今から修行しに行こうぜ。わぁ、お前何言ってんの。どけがわからない。まあ、そうごちゃごちゃ言わずに、ついてきてみりん。はぁ、バカの象徴ですね。バカというよりかここまで来るとドキュンだよね。そういうわけでだ、こんなとこまで修行しに来たぞ。こんなとこって言ったって、なんでここなんだよ。それはだな、サザンをぼこすためさ。お前後で怒られても知らんよ。大丈夫だ、問題ない。もう勝手にしてろよ。ほんじゃあ行くぜ。お前後でビンタまでな。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。いや、十分バレてるでね。おっさん行くぜ。痛えな本当に。でもサザンを撃退できたぜ。それでいいのかよ。あ、E231-500。今から俺の修行について。いいんじゃないかな。マジかよ、嬉しいぜ。大丈夫かな。よくも絹の山を来やがったな。なんだ
よ。俺お前がマックに誘ってくれたのかな。と思って。いいんじゃないかな。って言ったのにさ。それがお前のくだらん実験とはな。そんなん別に。いいんじゃないかな。まあ、やるのはお前一人だでいいけどよ。そんだもんでお前は見てるだけでいいってことさ。そんじゃあ、早速行くぜ。もう勝手にしとりん。行くぜ。これは知らんぞ。これは自業自得だ。まあ、そういうわけで。コンビニ行ってくる。まあ、そういうわけでひどい目にあったんだよ。どう思う？だら。ああ、そうだな。やっぱりわかってくれるよな。おいぬーすかい。お前さっき俺を昼寝風に残したやろうか。はぁ、ボケがわからない。俺がそんなことをするわけがないだろう。ボケが。お前今ボケって言ったな。だが断る。だが断っても無駄だぞ。くまえー、カネールアタック。そのようなことがあろうはずがございません。勝った。やっぱりトレーニングってすごいな。そうだな。チソーレー、そろそろ発射か。実にいい天気だな。て、ん。やばいやばい、早く止まんなきゃ。って、ブレーキがかかりにくい。うわぁ。うわぁ、待ってましたぁ。今から行ってやるぜ。早く救援が来てくれねえとな。はぁ、あれはまさか、ニュースかい。わはわは、この俺が参上してやったぜ。来るなぁ。あんだけ腫瘍をしたのに無理だっただと。ボケがわからない。はぁ、警告したのに突っ込んでくるお前の方が。ボケがわからない。やっぱりダンプキラーには勝てないっすね。なんで殴るんすか？そりゃあそうよ。あんな歴史をこの話で言うなんてね。まあ、そうですけど、先輩には勝てないっすよ。でも、カネール君は倒せたんだら。あいつは弱かったでね。あんな奴楽勝だぜ。お前今俺のことを楽勝って言ったなら。いや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 、言った記憶がないな。ね、新宿前にお前のところに行くでね。おい、待て待て、俺は行かねえぞ。おい、自業自得ね。どうやさ、漁協船って必要なくても大丈夫だ。いいんじゃないかな。お前だったらそういうかと思ってたぜ。